こういうふうに全部出しちゃいでっていう、こう作業で言っちゃうから反発が来るんだと思うんですよ、うんうん、だから結局大きな目的は、うん、まあ三上君にも小原さんに話したんですけど、コミコ400万に上げたいと、うん、そのためには、うん、そのバックヤードの商品を出して売り場に出さんと、うん、っていうのをやっぱちゃんと話さないと、うん、結局こう自分たちでもこう作業のところだけでガーって言われたら、いやそれ、うん、いやいやってなるのもちょっと分かるんですよね、うん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 、だからそういう目的からちゃんとこっちも固めて解いてから説明した方がいいんじゃないかなと思います、うんうん、で目的は結局じゃあバックヤード の, そのコミックがゼロになれば丸ってことなんですかね。 緊急でっていうか、まあ、けど今後ランニングでってことだから、まあ、てっぺんは奥君が言ったことやろ、コミットを400万にしようとしたときに、あの今ある状態っていうのの、こういうところをこう変えないといけないと、その上で、じゃあそのルールとしてこういうことが必要というのは、その下から入っていっちゃうと、多分ね、議論が煮詰まるだろうから、うん、どこが一番その400万に近づくのに効果的なのかっていう。中で、まあ、リスクとしてはそのロスとかもあるんだろうけど、あの、まあ、じゃあそれ以上に売るかとか、うん、マイナスで考えても売り上げのプラスにはつながらないから、上げることが最優先で、その中で対策として防犯というのがありますね。そこが一番じゃない、あの防犯が一番じゃないというのはちょっと明確にして決めないかな。だけもうそれを、どうなの、なんか、俺の協力がいるんであれば、もうその場を設けて、決める。協力欲しいです。